速稼塾の久保です。おはようございます。世の中いろいろ忙しいところなんですけども、現在ですね、非常事態宣言に関する話し合いが行われております。これは内閣の方で、野党、与党、共同で行っているところなんですけども、このね、緊急事態宣言に関しまして、若者5000人がですね、デモを起こしているということなんですよね。これは、安倍総理はヒトラーの再来だということで、デモを起こしてるんですよね。私もね、この若者が動くことに関してものすごくね、ちょっとこう感銘を受けたと同時に、ちょっと恐怖を感じるんですよね。それはですね、香港のデモとか、台湾のデモと、同じような形なんですよ。若者が自分たちの未来が盗まれようとしているところに危機を覚えて、そしてそのことを理解してですね、もう行動に移してるんですよね。本来でしたら私たちの世代が食い止めないといけないところを、私たちは、自分の目の前のことが忙しくって何が起きてるのかすら分かってないんですよね。さあそこでですね、緊急事態の要項についてちょっと一文読んでみようかと思います。第99条なんですよ。緊急事態の宣言の効果というところです。緊急事態の宣言が発せられた時は法律の定めるところにより内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、ここだけでも恐ろしいでしょ。内閣ってのは法律と同様の強制力を持つことができますよっていうふうになってるんですよ。もう国会がいらなくなっちゃうんですよね。で、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行いです。要するに国民の財産を差し押さえたりとか没収することができるとも解釈できるんですよ。地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。はい。今回は地方自治体に対して、要請という形でどっちでもいいですよってことでしたけども、強制することもできるんですよ。これは恐ろしいですよね。要するに会社に出勤するなとも言えるし、電車や病院を使うなと命令もできますし、家から出るなとも言えるんですよ。これはですね、もう戦時下かみたいなことですよね。こういうことに恐怖を抱いて、このことをよく理解した若者が運動を起こしているってことなんですよ。さあ私たち40代50代の世代はどうでしょうか。この条文の意味って理解できてますかね。というよりもこれが決まりそうだってことを確認してますかね。ちょっと怖いんですよ。で、このことについてはですね、前回、古舘伊知郎さんも特集を組んでですね、報道ステーションで私たちに教えてくれたんですよね。で、その後、古舘伊知郎さんは番組を辞めざるを得なくなって、最終的な番組の お話の時にですね、番組の暴露とも言えるようなラストシーンを展開して出すったのは心に残ることでしたね。それからですね、最近の話ですけども、報道ステーションのスタッフが全員入れ替えになりました。報道ステーションっていうのは、スタッフが番組を取材して、作って、編集して出してるわけなんですよ。いわゆるですね、政府に忖度しない最後の番組が報道ステーションだったわけなんですよね。この政策に関わる人が全て入れ替えになりました。要するにこれからは、政権批判や政権を暴露するようなことね、その内情を分析するようなことはできなくなっているということになるんじゃないかなと思うんですよ。古舘伊知郎さんも辞めて、それからスタッフさんも降ろされて、これから私たちはどこで何をすればいいのかってことになってくるんですよ。この緊急事態要項はね、本当に恐ろしいことが起きるんじゃないかなと思います。あ、大内さんおはようございます。はい、真実を報道する者は罰せられるというふうにね、大内さんも言われてますけども、その通りなんですよ。ですんで私たちインターネットを使える者が、せめて私たちがね、個人で発信することが求められてるんじゃないかなと思います。私もね、この件に関しましては、かなりの動画が削除されてます。で、ちょっと恐ろしいところもあるんですけども、これからもですね、わかる人向けに発信は続けていこうかと思います。ギリギリのラインでやっていこうかと思いますね。なんせね、声を上げるのをやめたら、そこで私たちは加担したのと同じになるんですよ。いわゆる、悪い勢力と言ったらね、言い過ぎですけども、立花隆さんがね、N 国党でやってますけども、あのぐらいの発信を私たちは、できるんじゃないかなと思うんですよね。次の世代をやっぱ見殺しにしてるような記載するんですよ。私たちが黙るってことは。で、若者が私たちに期待しなくなってきたと。自分たちでやるしかないっていうふうに私たちを見限ってきたとも言えるんではないかなと思います。さあ40代、50代の方、どうでしょうか。私たちは自分の損得に、やっぱりね、摩耗されてる場合ではないんじゃないかなと思いますよね。今まで自由の国、日本、すごくいい国だったと思うんですけども、これを私たちの世代でもしかしたら終わらせてしまうかもしれません。そんな時間がちょっと近づいてるんじゃないかなと思いましてね、今日はちょっと深刻な話になりまして申し訳ないですけども、またビジネスの話もしていこうかと思います。それではですね、緊急事態条項について古舘伊知郎さんの番組の動画 URL を説明欄に貼っておきますので、
ヒトラーの再来とも言われてる、この緊急事態条項ですよ。これかなり危ないですよ。かなりね、かなり危ないです。なんでこういうものが必要なのか、わかりませんね。今回の騒動に紛れてですね、こんなことが決められては、私たちはもうね、もう殺されたも同然だと思いますよ。もう本当に共産主義の国というかね、独裁の国になるのが間近ですね。昨今もですね、森法務大臣によって法律がねじ曲げられたばかりですよ。三権分立が壊されたわけですよ。検察ってのが魂を売り渡して内閣の下に入ったわけなんですよね。こういうところからも恐ろしさってのがわかるんではないかなと思いますよね。いよいよ私たちが動く番になったのではないかなと思いますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。